どうもお疲れ様です。まあ、よくね、幸せになりたければとにかく与えなさいというわけなんですけども、与えれば与えるほど自分が豊かに幸せになるってことをなかなかね、つかみかねる部分があると思うんで、今日はですね、情報発信っていうことをテーマに、その与えれば与えるほどなんでね、自分が幸せに豊かになるのかってことをちょっとお話ししようと思います。まあもちろんね、幸せになるばかりではなくって、ある意味ね、ちょっとね、逆風にさらされることも覚悟しなければいけないのは前提なんですけども、一つのテーマについてこう情報発信をしているとね、まあ、それを見てくださる方とか感じてくださる方が、まあ、例えば共感をしてくださったりとか応援してくださったりっていうのは期待できることなんですけども、やっぱり多くの方が恐れているのは、まあ、いわゆるね、嫌な書き込みをされたりとか、まあ、アンチテーゼをね、投げかけられたりとかして、お前何言ってんだよみたいなね、チャチャが入ることなんですよ。だからそれが怖くてなかなか発信できないと思うんですけども、実はね、これが最初の、まあ、与えれば与えるほど豊かになるっていうものの一つなんですよね。まあ、というのが、自分が放送したことについて別の考えを持った人が現れて別の意見を与えてくれてる、それがアンチコメントなんですよ。ですんでね、他の考え方があるんだなってことで、なんか豊かになる一つの方法を指し示す、それが、まあ、与えれば与える、情報発信すればするほど新しい情報が入ってくるってことなんですよね。またこんなこともあります。何かのテーマで話してるときに、久保さん、このテーマについてもお話してくださいませんか、これ知ってますって感じで、自分の気づかなかった新しい情報や新しいアイデアを寄せてくれる人が現れるんですよ。ですんで、視聴者さんからのご意見なんですけどって感じで紹介することができますよね。これ舞姫大学の舞姫さんもね、奈美さんもよくされてると思いますけども、視聴者さんからの質問ですって感じで放送されることが多いと思うんですよ。つまり放送のネタを視聴者さんがくれるんですよね。で、その視聴者さんからの質問に答える体で動画を作ると、必ず質問した方は見るわけじゃないですか。まあ、ですんで、視聴者さんを明確にした上で一つのお答えをすることができるというふうなね、まあ、コンテンツのネタが増えるってこともありますし、お客様に、視聴者さんに満足を与えることができる。なぜなら、視聴者さんのうち少なくとも一人はその質問に対する、ナミさんなりのね、回答を求めてるからなんですよね。まあ、ですんで、私も同じなんですけども、例えば FX についてね、解説を求められた場合に、限定公開でやることはあるんですけども、これは多くの人に気づきを与えるなと思ったら、質問してくださった方のプライバシーに配慮しながら紹介することあるんですよ。そうすることによって、一人の人に、回答したことがより多くの人に回答することにもつながるんですよね。まあ、そうすると、私自身のその FX の相場解説の信用も上がっていくってことになります。まあ、そういうことでね、与えれば与えるほど自分が豊かに幸せになるよってことは随所に落ちてるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんお財布の中にあるお金を与えれば与えるほど幸せになるかっていうと、これはね、ちょっと違いますよね。お金を与えてしまうと、もらった人はありがとうねーってからね、どっかに去っていくだけってことが結構ありますんで、物質的なものではなくてね、実は精神的なものを与えていく、つまり与えても与えても減らないものを与えていくことっていうのは、一生懸命やった方がいいかなと思うわけなんですよね。その一つが情報とか考え方とかアイディアっていうものだと思います。ですんでね、アイディアが盗撮されたっていうことを恐れずに、盗撮される程度のものだったらね、盗作される程度のアイデアだったら、それは大したアイデアではないってことなんですよね。誰でも思いつく程度のもんでしょってことなんですよ。だから真似ても真似られないようなね、まあ、そんな考え方とかだったら、これはね、大きな価値を帯びるんじゃないかなってことですよね。詳しくは人に聞いてみなっていうふうに、二次的な紹介もいただくことができると思うんですよ。はい、ということでね、私が速稼塾というものをやってもう10年経ちますけども、まあ、お金のね、稼ぎ方っていうことを紹介しています。まあ、ですんで、お金の稼ぎ方は検索すればいくらでも出てくるはずなんですけども、まあ、久保さんの放送を見てみたらどうですかとか、奈美さんの情報発信を受け取ってみたらどうですかっていうふうになるってことは、やっぱりね、誰から聞いたらより、自分のためになるかってこと、それが付加価値なんじゃないかなと思いますよね。はい、同じ内容をお伝えするにしても、誰から受け取りたいか、これが多分人には重要なんじゃないかなと思いますよね。はい、じゃあ今回以上ですかね。ちょっとしどろもどろのところがあって聞きにくかったすみませんでした。お疲れ様です。